アルビワーク特別企画アルビ OB トークこのコーナーはですね、本日はアルビレックス新潟のパートナー企業が参加するアルビレックス新潟サポーターのための就活イベントでございます。今回はこの特別枠で我々3人のトークが繰り広げられるんですけれども、まあ、サッカーのこともあり、ただちょっと今日は少し違った観点からキャリアのついてのお話なんかができればいいかなというふうに思っております。進行役はですね、私慣れてますね。ちなみに私進行役はですね、2000年から2009年まで、そして2019年とアルビレックス新潟に選手としてね在籍していました。現在は営業部に所属しています野澤陽介です。よろしくお願いいたします。お願いします。隣にいらっしゃいますのが2006年から2013年まででもう道の右サイドバックとして活躍しておりました内田純さんです。どうもよろしくお願いします。現在はアンダー18の監督ということですね、はい、そうですね。そして言わずと知れた田中達也さんです。2013年から2021年まで在籍していましたね。現在はもうトップのアシスタントコーチで今バリバリやっておられます、はい、ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、早速なんですけれども、まあ、普段聞けないようなちょっと話を聞こうと思ってるんですけど、今のお給料はおいくら言えないなぁ。言えますけどね。言えますけど。現在、アシスタントコーチということで、はい、実際にコーチのお仕事ってどんなことをされてるんですか？断片的というか、僕はもうフォワードの選手と関わりがすごい多いです。まあ、そういう役割を今やらせてもらってて、まあ、シュート練習だったり、うん、試合後の分析とかも、ちょっとそういうフォワードの選手と一緒にやったりっていうのがメインです。分析とかは今までやったことはあったんですか？ゼロです。ゼロ。去年もう人に聞きまくって。どんなことや分析ってやってるの？分析というか、まあ、振り返りですかね、試合の。試合で気になった部分だったり、うん、まあ、良かった部分。良かった部分だけだとハイライトになっちゃうんで、うん、その中に、そこを改善点を一緒に見て、うん、次の試合だったりに向けて、越していこうねとか、いう話をしています。で、それをまた、選手にフィードバックして。はい、フィードバックして話して。うっちーは、監督というのは、どんなお仕事なんですか？いや、15の監督をね、去年までずっとやってたんで、はい、対中学生だったのが、うん、まあ、今度は対高校生になったんでね、アンダー18なんで。うん、まあ、ちょっとやっぱもうより大人に近いんで、まあ、大人扱いもしつつ、でもやっぱまだ幼さもあるから、うん、もちろんピッチ上はサッカーのことを教えるんだけれども、ピッチ外のところ、うん、その辺をもう社会に出ていくから、うん、その辺をしっかり整えながらみたいな感じでやってるかなっていう。あとね、スタッフが増えるのよ。スタッフが増える増える。ユースのスタッフ枠で来るから、ジュニアスだとね、各学年にこうコーチがいて、はいはいはい、一人ずつね、それぞれの学年を担当するんだけど、ああそうか、ユースになると3学年でなおかつスタッフをマネジメントしたりとかしなきゃいけないから、まあ、ちょっとやること増えてるかなって感じ。もう1年2年3年全部でユースさんもね、うん、まあ、サッカーのことはもちろんね、そのピッチ外ではどんなことをこうその青少年たち、うん、育成してんの、まあ、ある程度言葉でも理解力も高いし、うん、伝わっていくんだけど、それでもやっぱりどうしてもこうまだまだ幼さもあるから、ちょっとやっぱこう油断したりとか抜け落ちちゃったりした時に、やっぱちゃんと見て見ぬふりしないで、こっちもやっぱ違うものは違う、こうすべきじゃないかみたいなことはちゃんとそのリアルタイムで伝えていかないと、後からいやあの時ああだったよね、こういうのもあったよねみたいなことを言うんじゃなくて、うん、だからもう他のスタッフにもリアルタイムで何か目撃したら必ずそうやって伝えるように、そういう時にこうどういう振る舞いをするかとか、そういうことも伝えつつ、またそういう意味ではね、なんかトップのコーチとまた見方が違うよね、この選手に対して。そうですね、そういう人間性とか、まあ、もちろん、ね、人間的に間違いがあれば
方向を示してあげるのもですけど、まあ、基本的にはもう社会の中のことですから、こっちはもう、うん、そこはもうよりサッカーの方に注視してるのかなと思います。でも大変だよね、そこからまた高校生としてはプロになれるか、うん、社会に行くかっていうすごい大きな分岐点。日本の場合もう一回大学でこうね、うん、プロを目指すっていう枠があるけど、一旦ここでジャッジされる年代になる。ちょっと難しいですよね。プロをもちろん目指す、みんな目指してるけど、なれないこともいるわけで、そこの接し方、僕らは全員プロだから、プロだからっていう感じで最初入れるけど、やっぱりその、アンダー18の選手はいろんな、何、将来見てる子がいるから、それだけじゃダメなんだな、今思いました。サッカーを通してね、大人に。サッカーを通してね、なってってほしいな。俺の仕事も聞いて、ちょっと何してるか。りょうさん、普段どんなことされてるんですか？いや、ないな、ちゃんと聞くんだ。俺聞くのやめようかな。やべ、失敗した。僕の仕事はですね、営業っていうのをやってるんですけど、まあ、パートナー企業だから、まあ、法人相手に仕事してて、とにかく新しいパートナーを新規で取ってくるっていう営業と、今この既存のパートナーさんたちとの取り組みを一緒になってやっていって、こう1年間を有意義なものに過ごしていくっていうのが、まあ日本柱であるみたいな形で、その中でこのアルビワークと毎年やってる一つの大きなイベントを今回はこうやってるっていうんですけど、まあ、正直この間ミスおかしました、ね、本当にミスちょっとあんま言えないけど、言えない、それもやっぱこうパソコン絡みだったもんだから、パソコン使えるっていう話だからもう本当に特殊です。特殊なところしかできないです。例えば文書面作ったりとかは全然できないと思います。だから本当に編集だったり映像とか、ね、映像の編集がメインで、でだいぶでも、まあまあまあ、キャリアとしては多少はね、あれなんだけど、最初何回転寿司みたいなやつで、回転寿司みたいなのってどういうこと？なんかあるんだよ。回転寿司みたいに文字が流れてくるわけですよ。例えば、どこにですか？リンゴとかパソコンの中に。パソコンのその、いや、なんかある。そういうので練習した。リンゴって言ったら、リンゴって言ったら、その、打つね。その文字が流れてきて、そう。そっから始まってるから。そっから比べたらもう今は。それは。だいぶ。でも、うちの場合、アカデミーダイレクターもやってたじゃん。あそこまたなんかちょっと違うポジションで特殊だなと思ってたんだけど、あそこ、ハラティビーダイレクターっていうのはどういう仕事をしてるの？まあ、まあ選手のことはもちろんなんだけれども、うん、まあスタッフ、アカデミースタッフのことも、こう、なんだろう、マネジメントしながらとか、アカデミーとしてこう目指す目標があるところに、まあみんなを、選手も含めてスタッフを野獣仕事業に仕向けていったり、うん、いい選手を育てるためにはいい指導者が必要で、そのいい指導者を育成するためにはどうすればいいかとか、まあ、いろんな取り組みをやっていたり。でもね、うん、そういうことも言ったらあるかもしれないんだけど、向いてないかも。2年やらせていただいてね。すごいもう。あのね、難しい。難しい。もっとなんか人間的器とかが大きくないと。そうなんじゃないかな。そこら辺なんじゃないんじゃない？やっぱ総合的にこういろんなところ見なきゃいけないっていう。そうそう。結局人と人じゃん。ってなった時にいろんなタイプの人がいて、うまくそのタイプの人にこう自分がこう合わせたりとか、あんま僕得意じゃないな。もう自分のはもうこういうやり方みたいな。それが通用する人もいれば、ひょーみたいな。でもなんか そもそもだってさ、うちのさ、プレイもさ、割となんかこう、最初の頃寡黙にやるタイプじゃん。割とこう、もう、黙ってついてこいみたいな。でもそのうちなんかすごいさ、こう、チームをさ、こう、まとめていくじゃないけど、鼓舞するようなタイプになった。それもまた、こう、積んでいけば、全然。まあ、またちょっとまたね、いろいろ経験して、チャレンジできるタイミングがあれば、したいなと。まあもうね、アンダージャスだからこれからまた未来のアルビ選手をね、作っていってもらえて、すごい大事な、ね、ポジションですけど。
まあ今はね、二人ともコーチと監督っていうところでしたけど、引退についてっていうのは、どれぐらいから意識してましたか？僕ですか？うちの社長。どう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 じゃあ僕はですね、僕はもう本当に一周前とかですよ。引退する。一周10日前ぐらいです。10日前ぐらいに本当にもうギリギリまで。いろいろ悩んで。いや、なんか僕は、もう、体が続く限り本当にやろうと思ってたんですよ。うん、でも、膝も、半年ぐらい前からもうギリギリで、いろんな治療してもらいながら、まあやってたんですけど、自分の満足するところまで、まあ、常にそうやって、毎日、明日朝起きたら治ってるかもしれない。で、それがずっと続いて、けど自分でも限界来てるなっていうのも分かりつつ、トライアウトまでちゃんと。一回ね。そこ、その時、21年も。日程調べて、そこまでには、っていうところまで行ったけど、もうギリギリ、ほんと一週間前ぐらいですか。奥さんには10日前ぐらいで、一週間前に家族とか、家族に言って、その後に、強化と、そのチーム関係者に伝えた感じですか。で、そこから、まあ今の、ね、コーチっていうところにあったんだけど、それのきっかけとかってあったんですか？今話いただいて、けど最初はなんか、俺でいいのかなっていうのはあって、内さんにも、内さんはそういうアカデミーダイレクターかされてましてね。で、なんか、いきなりトップとか、いろんな人に相談して、けど、たどり着いたのはやっぱりやれるときにやらせていただくっていうのが、できなくてももう食らいつくようなイメージで、最初は飛び込みました。でもそれが今は、ね、今の若手の選手たちは、達さんで、もう慕って、めちゃくちゃいい、もう達也しかできないポジションでやってくれてるから、おかげで J2 に入場したし。そんなことない。一緒に選手とサッカーやってる感じです、イメージでは。練習終わった後、選手よりアイシングしてる。いつもぐるぐる動きで。一番アイシングしてるの。大丈夫か、あの選手誰かなと思ったら達也だった。そうですよ。階段登るのきついんです。スタッフは2回あるんで。あ、階段きついな。けど、楽しくやらせてもらってます、それって。一緒にボール蹴ればまた、なんか、うまく伝えれないことも、まあ、それじゃダメなんですけど、言語ができなければ。まあ、けど、自分らしくそれは、ちょっと、ね、一緒にボール蹴って、ちょっと動いたりしてっていうのは、今、心がけてます。で、うちは、その、引退と、その、きっかけ、次のセカンドキャリアのきっかけみたいな。引退する前の年に大きい怪我して、だから、まあまああの年でこの大きな怪我して、まあラスト 1年のシーズンになるだろうなって最後の年はね、自分の中では思ってて、まあある程度自分の役割みたいなのも、まあ終わりを近づいてるかなとか、ね、世代交代とか。まあある程度その年の初めにはある程度覚悟を持ってシーズンを迎えてる。すごい冷静ですよ。俺、食らいついてましたもん。いやいや、まだロッカー席あん、ね、席あんじゃねえか、みたいな。まあ、もう実際、契約満了になった時に、もう、全然覚悟があったんですよ。クラブからも、まあ、今までありがとう、みたいな言葉もいただけたし、なんかやりきった感じもあって、ただ、そこからどうするかっていうのは、トライアウトは受けないって言ったんですよ。で、もし仮になんか必要としてくれるクラブがもしあったとしたら、考えますってことで、期限設けて、まあ、そこまで別に話もなかったんで、でクラブからスクールのコーチから話もあったし、準備されてたものにじゃあお願いしますっていう感じで設定したものに何もなかったから、じゃあスクールのコーチでお願いします、またお世話になりますっていう感じ。実際になんか選択肢はなかったんですか、その他に。まあサッカーもあるし、サッカー以外もあるだろうし、まあ他のチームも含めたりして。実際ね、B 級まではまあ選手の時取ってて、それは多分2009年か10年ぐらい取ってて、そこからまあいろんな指導者の方に会ったりとかして、まあ、指導する楽しさとか、あと選手の時なんかスクールに顔出したりとかもいろいろしてたから、なんか教える楽しさっていうのが年々深まってって、で、いざスクールの話をもらって、あ、でもやっぱちょっと指導者やってみたいなって、その世界飛び込んでみたいなと思ったから、最初は全然ね、他の仕事も考えつつ。サッカー以外ですか？もうできるように、なんかいろいろ考えてたんだけど、
結局なんか指導者のライセンスも指導者の話が来たらやれるようにぐらいの感じだったので年々こうやっぱ指導する面白さみたいな興味が出てきたから最終的にはそうなった。じゃあなんか逆にその選手時代に、うんまあ、その違う道なりがなんとなくふわっとあった中でこうなんか準備していたものとかなんかやってたこととかって本読んでるぐらいかな。なんかいろんな違うサッカー界にしかいなかったから、うん、サッカー以外の職種の人の話の本だったりとか、うんうん、そのために何が必要なのかみたいな、うん、で とはいえ全然こっちできなかったっていうそういう準備は全然してなかった。人狼だからねそう、これはなかなかいろんなパターンありますね。準備できる人とかも、うん、もうなんなら次もちょっと入ってる人とかもいるじゃないですか。自分でなんか会社やったり、そこら辺もいるし、今アルミの選手たち結構なんかそういう意識が高いから、うんね、いろんな島だね、ユーズルなんで、うん、ウィーリーグの理事ですとか、ねうんまあ、なんかそういうことにいろいろ携わってることでまた道が開けるのかなっていう感覚もあるだろうし、達也はなんか現役時代に資格とか、いやいやいや、もう本当にサッカーだけ、もうサッカーだで、なんかもうプレー考えて、やっぱりサッカー選手はサッカーだけでしょみたいな感じで、で、さっき多分引退決めてから、まあそれじゃね、やっぱり遅い場合もありますけど、まあ、自分からサッカー取ったら何もないとも思ってるんで、サッカー以外の職種に、サッカーに関係しない職種に就くことはありえないと思ったし、サッカー、サッカー、はい。そこはなんかそんなに、自分自身は準備とかはなかったです。今資格は指導者、指導者は B級です。B 級はい。B 級こっからですか、取るの大変なんで。A 級が次だから、まあ、A 級になるとね、まあ、大変っちゃ大変だけどやることになる。プレイしなきゃいけない。いやまずいまずい。なるほど、自分で。自分もね。自分も選手役でプレイしなきゃいけない。自分の番以外はほぼプレイしなきゃいけない。しかもあのフルピッチだ。フルピッチで。ほぼフルピッチ。もう11対11のゲームが起こったり、指導者ライセンス取るのかなり体力的にも、そうだって俺前期中期後期3回あるんだけど、前期中期は完全に肉がやったからそれでも やり通した、テープ巻いて自分で圧迫してやって、それをやらないと取れないよ、取れないっていうかやってるとこ見せた方が印象がいいただそれだけすごい。じゃあこれからもっとやっぱ目指すは S ですか。まあ興味がないわけじゃないですけど、まあこれから順を追って、順を追って、はい。